はい、これで防風林を抜けて駐車場まで行きます。はい、これでですね、今から人に着きたいと思いますけども、バッテリー残量があと24キロで、パーセントは 16% ですね、残ってます。それでですね、今からバッテリーを充電するところを探します。イオン、日産プリンスですね。こうちょっとセットしましょうかね。あ、比較的1号線沿いですね。じゃあ一旦実際の交通規制に従って走行してください。反対車線じゃなければいいんですけど、あ、反対車線か。反対車線か。ここはどこかな？ここファミリーマート。ファミリーマート。コンビニはですね、結構時間かかっちゃうので、ここはどこだろう？清水エスパルス？あ、ここの方がいいかな？静岡日産清水工店ですね。ここに一旦セットして、ガイドを開始。実際の交通規制に従って走行してください。こんな感じですかね。じゃあ出発しようと思います。右に曲がって左に曲がってまっすぐで、まもなくで大通りに出るわけですね。要注です。今入ったばっかであと23分ぐらい。あ、本当30分やるんだ。はい、じゃあやめて、はい、もうね、あとね 14% なんで。あ、はい、お戻りどちらですかね。あ、愛知県です。愛知県、はい、はい、多分清水店が多分一番近くて、静岡日産清水店ってお店なんですけど、これですか？ 4.3 キロ先、ね、はい、うん、はい、ここ行ってもらえるとそのまま高速道路も行きやすくなると思うんで。ああ、そういうことですね。はい、はい、分かりました。すいません。はい、ありがとうございます。こちらで大丈夫ですよね。あ、右曲がるわけですね。はい、はい、そうです。はい、はいはい、清水エスパルスの横を通ります。今さっき寄った清水店はですね、充電中で残りまだ20何分残ってましたんで、ちょっと場所を変えて最寄りの日産清水店に行きます。工事をやってる。どこまでここから？あ、目的地付近です。運転お疲れ様でした。充電中だ。あれは残り20分って、いやー参ったね。
ましたね。残り20分。残り20分だと、さっき行ったところが清水港店じゃなかった？じゃあここにしようか。4キロ先。ということは中吉田店、静岡中吉田店。もう 10% 切ったもんで、これをどっち側に向ければいい。実際の交通規制に従って走行してください。まもなく右方向です。これを右、その先左方向です。目的地には15時12分ごろ到着の予定です。ここ次のところでメーターがもう防線になりました。 10% 残り 10% で、これで3回目のスポットに行きます。どういうこと？どういうこと？あらららら。ちょっと26分やりました。でこれで 74% で残りが104キロですね。そこからスタートしたいと思います。まもなく中野号を左方向です。ちょっと待って、はい、これでバイパスに乗ります。